分けていきます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この分け目の隠し方をやっちゃいます。まあ、隠し方というか、こうここのボリュームアップですね。結構僕もそうなんですけども、ペタッとこう分けたらここはもうボリューム出なくなっちゃったりとか結構するんですけど、結構皆さんもそういう方って分け目が気になるっていう結構意見もいただいてたので、今回は櫛だけでやっちゃいます。まあ、櫛とドライヤーがあれば全然ボリュームアップできる方法なので、まあ、これから旅行行かれる方だったりとか、本当になんかドライヤーと、まあ、櫛はあるけどドライヤーと、あと、まあ、カーラーとかも何もないという方に結構おすすめな方法なので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず櫛を使っていきます。櫛で何度か溶かして、だいたい 2、3センチぐらいですかね、のところまで溶かしたところで、櫛をちょっとこうふわっと浮かしながら根元をこう起こすようにして、この辺にたるみを作ります。たるみを作ったところでドライヤーを当てていきます。ふんわり立ち上がりが出てます。何度かやっていきます。反対側も同様にやっていきます。溶かしてたるみを作りますね。で、ここでドライヤーを当てます。ブラシで後ろに溶かしていきます。手でなじませて分けていきます。最後にケープで根元の部分を少し指でつまみながら下からスプレーをかけていきます。